大丈夫ですか。あ、いいですか。もう映ってる、映ってる、うん、頭まで OK、うん、はい、うん、それじゃあですねですね、株式会社リルファです。リルファのですね、はい、代表の西岡さんです。今日はですね、皆さん方に衝撃的な、とても素晴らしい、はい、はい、あ、冷たいですね。そうですね、はい、ちょっと冷たい冷たい白蛇のボールパイソンという種類ですね。はい、ボールパイソン、はい、お名前はパコちゃん。パコちゃん、ポコちゃんです。ポコちゃん、はい、はい、ポコちゃん、ポコちゃんです。おお、今日ペロペロ、あ、したペロペロした、ね、はい、はい、じゃあ喜んでんだ。本来はですね、ようやく暖かくなって、はい、これからイベントの、はいはいはい、イベントに引っ張りだこなのかなと思ってた矢先、このコロナの影響でですね、すべ、はいはい、て営 営業がなくなるというです、ね、はい、悲しい、はい、初夏を迎えておりますけれども、ちょっと営業を含めてコマーシャルをどうぞ。まあ、株式会社リルファということでですね、はい、職業的に動物取扱い業という職種になりましてですね、ちゃんと熊本市の立ち入り調査を受けて、で営業の登録をしてるんですよ。で、まあ、内容といたしましては、いろんなイベントだとかパーティーだとか、まあ、それから最近は結婚式とかですね、そうしたイベントにこの縁起物と言われる白蛇を連れて行ってですね、で皆様に写真を撮っていただいたりするということが主な業務になりまして、まあ、その他ですね、うち結構爬虫類が得意なんですけど、オオトカゲですとか、あと大きいカメさんとかですね、まあ、いろんな動物がいますので、まあ、いろいろこれ連れてきてほしいとか言っていただければ、その都度連れていくことができますので、はい、また何かあったらよろしくお願いします。そうですね、出張の費用なんかはまたはい、ホームページの方にも書いてありますので、ホームページにありますんで、どうぞチェックしていただいて、もう幸せを呼ぶ、白蛇でございますので、ですね、それと理事長ボランティアをされてるんでですね、はい、私もですね、やっぱりこの季節、まあ、こういったコロナの影響もあって、やっぱ動物が、はい、飼えなくなっただとかですね、はい、いう方も結構いらっしゃると思うんですよ、はい、でこれ犬と猫はですね、はい、各市町村の動物愛護センターだとか引き取ってくれるんですけれども、はい、それ以外の動物の引き取り手がないんですよ、はい、でやっぱり社会問題として最近問題になってるのがですね、もう飼えなくなった動物をもう捨てちゃうとかですね、っていうのがやっぱりどうしても動物もかわいそうだし、うんうん、はい、あとその生態系がやっぱりどうしても、うん、はい、めちゃくちゃになっちゃうんですよ ね、 すね。だからもしそういった方がいらっしゃいましたらですね、私は無償で引き取りますので、はい、もうそういった方いらっしゃいましたら、どんどん気軽にお声かけいただければですね、はい、もうぜひ理事長を見習ってボランティア精神でやっていきたいと思いますので、ありがとうございます。リルファーさんのですね、ホームページを見ていただいて、はい、そこに連絡をしていただけば、はい、引き取られるそうですので、はい、ぜひ皆さんご、まあ本当かわいそうですね、動物もね、はい、私はメダカしか飼ってませんけど、あですね、メダカもですね、私はちっちゃい頃はたくさんいたんですけど、今じゃもう絶滅、絶滅危惧種になってですね、やっぱりそれもやっぱりその野生の外来のですね、はい、動物がどんどん入ってくることによって、やっぱ外来の動物ってでかいんですよ、まず、ね、そして食欲が半端ないんですよ、はい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 、だからもうどんどん日本のですね、古来からいた動物を食べ尽くしてっていうことがやっぱり問題がありますのでですね、ぜひそのあたりも何かありましたらよろしくお願いします。はい、はい、そんなことで、今日はですね、リルファーさんのコマーシャルをしました。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました、今日は。はい、ありがとうございます。